NHK 船岡久次アナのストーカー逮捕でとばっちり次々明らかになる看板女子アナの死生活とんだとばっちりだろうネット上ではすでにストーカー被害を受けた女子アナの名前が特定されている渡辺徹さんの死はみみばかりではなかった妻郁恵さんを苦しめた不倫と牛輪馬食 NHK の女子アナが住むマンションに無断で侵入したとして20日邸宅侵入の疑いで逮捕された NHK 札幌放送局のアナウンサー船岡久次容疑者に対し警視庁がストーカー規制法に基づく禁止命令を出していたことが分かった事件が起きたのは2月17日午後11時半ごろ東京都中野区のマンションに 好意を寄せる後輩アナが住んでいることを突き止めた船岡容疑者は、東京出張を利用して女性宅を訪れた。船岡が東京にいることを知った女子アナは、知人男性に頼み、家で待機してもらっていた。部屋で男性ともみ合いになった船岡はマンション3階の共有部分から飛び降り、車の上に落下した。警察は船岡の怪我の回復を待って逮捕。 NHK はすぐに事件を公表しなかったが通報した知人男性がテレビ局勤務だったため民放が報じて表沙汰になった船岡アナは妻子持ちで後輩アナは20代の独身だ NHK は次局の女子アナが被害に遭ったことも公表していないが事件をきっかけに2人が数年前まで同じ支局に勤務していたことや 当時の不倫疑惑まで報じられるなど女子アナの私生活が次々と明らかになっている精神的に追い詰められたか大相撲の中継などで実績のあった船岡アナが札幌に異動になったのも2人の関係が局内で問題視されたと言われています船岡アナはスポーツ中継から外され精神的に追い詰められていった一方 後輩アナは東京に転勤し報道番組の看板アナを務めるなど立場が逆転した船岡アナにしてみれば自分が彼女を一人前にしたという自負があったようですそんな船岡アナにへきえしたのか後輩アナは次第に船岡アナを遠ざけるようになった 相手にされなくなった船岡アナは必要に後輩アナを追いかけ回すようになりストーカー化したのかもしれません通常のストーカー被害の場合警告後禁止令が出されそれでもストーカー行為をやめなければ逮捕となる船岡容疑者に対する禁止命令は逮捕後に出たとみられているがなぜか山口浩弁護士がこう言う 行為自体がかかなり悪質だと判断されれたのかもしれませんわざわざ札幌から東京まで出てきて自宅に上がり込み、格闘騒ぎを起こして飛び降りたわけですから、このまま放置しておくのは、まずい、かといって NHK のアナウンサーですから社会的影響も大きい、逮捕されても邸宅侵入で起訴されるケースはほとんどなく。 今度やったら起訴するぞ、という警告かもしれません。もし、船岡容疑者が起訴されたら2人のこれまでの関係が後半で明らかになり被害者である女子アナのイメージダウンにつながる可能性もある NHK もそれだけは避けたいはず。 被害に遭った女子アナは事件直後何事もなかったかのように番組に出演していたというからさすが NHK の看板アナを務めるだけのことはある以下はネチズンのコメントをまとめたものです釈放されたようですねどの面下げて妻子のいる家に帰るのだろうか女性アナウンサーは何度も引っ越しをしているそうなのでこれでまた引っ越しになるのでは 真実はわかりませんが、上司が相手だと断りにくいため食事に付き合ったり、愛想笑いであっても笑顔で会話したりすることはどうしてもあります。それを利用して誘ってくる上司、とか大学の先生とか、昭和から平成は割とありました。今から思うとパワハラそのものでしたね。本当にその気はないのに女性側にも問題があったと言われたらかなりかわいそうです。 本当のところがわからないならそこのところは想像で伝えない方がいいと思います。後輩アナは次第に船岡アナを遠ざけるようになったこの記事の書き方は大きな意味を持っている文章ではないか記事は悪意があってこう書いているのかまたは事実を知っていて書いているのかで大きく分かれる。 この文章の通りに読めば2人は付き合っていて別れ話がこじれて今回のストーカー行為につながったということになる博多駅前であった事件の最悪の一歩手前で止まったようにも見える被害者の人権もあるのにもかかわらず記事がそういう方向に持っていきたいのであればこのような飛ばし記事風に見える書き方を止め事実に基づいた記事をこそ書くべきではないだろうか 当該の女子アナの名前こそ出さないが特定されるような「記事を書いているのは報道自身ではないのか?」とばっちりなどと他人事のように書く記者も悪意がある彼女が誰かとか興味はないが売れる記事のためにはプライバシーも侵害するのが今の雑誌記者職業がしっかりしてるからって安心してはいけないですね 人を見た目で判断してはいけない、肝に銘じます。彼はこれからどうするのだろうか。起訴されなければ懲戒免職は無理だろうからまだ NHK にいることになるのだろうな。でもアナウンサーはもう無理。胃が願退職するのか。でも誰も雇う人はいないだろうから、意地でも NHK にしがみつくことになるのだろう。 だが彼の顔は全国の人が知ることになったから外は歩けないだろう被害者を茶化したような記事マスコミが面白がって被害者を記事にしてしまう世の中だと被害を受けても被害者だと名乗り出づらくなってまうこういう記事に低評価をつける仕組みを望みます事実は藪の中ですが 夫婦ですら男女間でものの捉え方全然違うし時間によって2人の関係性も変化する今回男性が女性の家に押しかけるのは明らかに常軌を逸しているが殺人や強盗と違って単なる住居侵入だと刑法的には多くは不起訴の微罪のようです NHK としては懲戒解雇したくても現実的には本人を説得して胃がん退職あたりが落としどころなのか 3階から飛び降りれば死にかねないから、男性も明らかに正常ではなかったのでしょう。事件には女性の家にいたフジテレビの人も絡んでおり、今、積極的に報道しているのは、TBS くらいというのも複雑ですね。被害者なのにいろいろし生活あらわになっておきのどく。撃退した彼だか友人は他局のディレクターらしいが。 彼女を守るとというう使命感もあったかと思うが、仕事柄、自局のニュースに情報提供してやろうという思惑の方がかなりあって、通報したり、船岡に対してもかなり強気にいけたのだろう、一般人なら、彼女の仕事面の影響とかをもんぱかったら、ここまで大事にはしない気がするが。 他のメディアでは彼女は警察への通報をためらっていたけど彼氏がぶち切れてどうのってあったけど冷静になれば彼女の考えは正解だよねこの件が表にならなければすべての登場人物にそれほど被害はないんだから彼氏は知りたくもなかった事実を知るきっかけになったのかもしれないつまるところ男女の不倫関係はあったのかが このの問題の本質まあなければこういうことにはなってないはずだが NHK 幹部はそれを認めたくないからいろいろ不自然なことになっているのだろう NHK が主張するように一方的に好意を募らせ仕事上の立場を利用してストーカー行為をしてたならもっと前金沢から札幌に飛ばされた時点で懲戒などになってなければおかしい それなのに、これを放置して今回の事件を招いたなら、NHK は使用者責任を負うべき立場だし、女子アナは NHK に損害賠償請求する立場になる。しかし、そうはなってないということは、やっぱりそういうことでしょう。2人の間に不倫関係があったかどうかが本質だと思いますが、普通に考えれば、不倫関係が全くないのなら、 この人たちのの立場ででこのよううななな事件にはなっていないでしょうね。だけど NHK 上層部はどうしてもそのストーリーでは困るため中心をわざとそらしているのでしょう NHK が作りたいストーリーは男性が一方的に好意を募らせ立場を利用しストーカー行為をしていた不倫はなかったというものでしょうね それならば、しかるべく対処をせず事件を招いたのだから、NHK は使用者責任を問われるべきだし、女性は引っ越しするほど本当にストーカーに困っていたのなら、わざわざ他局の知人男性になど頼まず、ストーカー相談を警察にしていたはず。全部不可解だな